あつその程度で煽ってんじゃねえよ、クソザコじゃねえか。ザコなんじゃそれ。悔しいね、ブキちゃん、煽るのやめよっか。本当にこのキャラね、多分どのキャラよりも苦戦したと思うんですよ、使い方。ただ分かってしまえば簡単っすね。はい、蹴り入れていく。あ、ちょっとラグいね。なんかお前はもう死んでいるみたいな感じになってる。時間差えぐー。で、使い方としては、とにかくね、スキル1を好きあらば当てていこうみたいな。で、スキル1をね、絶対外したくないんですよ、最初。確実に当てていくと。あー、今当てるチャンスだったね。他の動画で紹介しますけど、ジャンプすることで避けれる攻撃があったりするんでね、はい、それを把握しておくと結構強いかなと思います。はい、ここで、無敵回避してからの、はい、コリアエポーダウェハウトでスーパーブリックG5を当てていく。で、これビリビリ関係ないですね。で、数回ずつ蹴り入れていく。ちょっと落としきれなかったが、うん、だから防御は間違いなく上がってるんで、はい、積極的に。で、スキルにの、このスキルにじゃなくて、この通常の2発目、このクルクルをなるべく当てていきたいなと。はい、で、これ肉取っちゃいましょう。オッケーですね。で、ニカはちょっときついっすね。はい、ちょっと、ニカはマジでこの、結局スキル打たれて押し負けるというね。で、キング狙ってますね、この動きは。もう明らかに挙動不審なんで、はい、残念でした。はい、で、これでまた防御上げさせてもらいましょう。逃げちゃいましたね。スキルにももうすぐ溜まるんで、今 80% 上がってるんで、結構確実なジャスト取られるんかい。今のは確実に決めたかったとこですけれど。はい。まあ、平打ちすると今言って避けられちゃうんでね。じゃあこれ合わせて、コリエポールポート出せるパワーブリング G5 を当てていく。オッケー。でも結構減っていきましたね。まあこうなると結構3時2課にも勝てますよと。はい、攻めていく。この踏みつけが本当にうざい。本当にうざい、あれ。ねえ。はい、ジャスト取っていく。マムはマジで余裕っすね。3時君は本当にね、結構化け物やぞと。はい。結構化け物やぞということで、青属性なりましたね。じゃ抜き終わり確実に仕留めていきましょうか。おっと、ラグい。はい、ジャンピングでやっていくと。あー、落とせない。が、これはもう裏から入りましょうか。はい、シュート。あつー。はい、あつー。あつー。はい、オッケーですね。じゃあ、これでゾロが来るんでジャスト取っていく。あ、因縁の対決ですね。あ、これはちょっときつい。これはきつい。これはきつい。あ、オッケーオッケー。いい具合に手を出さなかったので、ね、はい、じゃあこれちょっと距離を詰めていきますよ。距離を詰めていきます。ジャンピング、エンマにはね、これ最適です。スキル1スキル2どっちもこれで回避することができると、はい、素晴らしいですね。で、今 100% 乗ってるんで、これでシュート、うっそこれでシュート決めれたらな、かっこよかったんやな。もうほぼワンパンっすね、スキル2の方は。防御力無視なんで、だああいうのをね、ニカとかオディンに当てていくといいかなと思います。はい、じゃあこれジャスト取っていく。あ、オディンない、オディンいると思ったんだけどな。これ抜けるんじゃない、ワンチャン抜けるね。はい、抜きましょうか。抜いて味方に貢献しましょうか。はい、逆転ブザービートではないけれど、ありがとうございました。これ3時どうすか。結構キュンさん練習したんよな、こう見えても。スキルにちょっとすかりすぎたけど練習したんよ。てか、なんかまともにこうやって解説動画出すのちょっと久しぶりな気がする。あれ、今までケンさん何しょったんや。はい、7番アオリチュー発見ということで、じゃあサンジ君で、おお、今の見聞色ガチで、見聞色今のは。はい、教習狙っての丸分かりっすね。あらら、あらら、裏ミスっちゃったんだね君。あらら、君みたいなアオリチューがやってんのはイキリ教習って言うんだよ、知ってたかなあ。おい、イキリ教授もう一回行ってみろ。来いよ来いよ。おうおう、なんか違うやつが来たな。違うやつが来たけれど。あらら、7番ありがとうじゃないよ、君。あらら、もう C 目前だね。はは。来いよ。来いよ来いよ来いよ。来いよ来いよ。あ、来いよ。おう、大丈夫か、その無駄回避。残念でした。あつその程度で煽ってんじゃねえよ、お前。クソザコじゃねえか。なあ。シャンクスで3時に勝てねえってどういうことだよ、お前。あらら、7番、顔真っ赤っかになっちゃったね。あ、やべ、ちょっとミスった。あ、ナイス味方さ。あらら、残念。運もないんだね、君。はい、さよなら。もう一回リスポン時間やり直したらどうですか。な、君の得意なシャンクス持ってこいよ、お前。ちょっとは見せてみろよ、お前の腕。クソザコなのに、煽り中なの、あっつー。まあ、オリチューなんて大体どれも似とるけどな。ほら、また教習ミスっちゃってるよ、僕ちゃん。夏休み終わっちゃったよ、君。ちゃんと勉強してる？ねえ、先生の言うことちゃんと聞かなきゃダメだよ。
おいおいおい、教習ねえから突っ込めねえなお前な。おい、それで来るんか、来いよ来いよ来いよ。はい、残念、どこ狙ってんですか。頭から蹴り入れていく。はい、いいっすね。あ、いいっすね。どうすの、どうすの。あ、いってる。ボクちゃん、やっと1キルできたね。あらら、ありがとう。だって何、なかったことにしようとしてんのかな君ね。それとも倒して煽ってんのかな、キュンさんのこと。しんどけアホ。ありがとう、ボクちゃん、食らってくれてありがとう。あー、教習狙ってね、まだそれ。あ、そっちか、あ、そっちか。お、見えすぎてんぞお前、お、見えすぎてんぞお前な。お、あ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 、さあ、あとは勝つだけですね、こいつに。じゃあ奥も取っちゃいましょうか。ああ、マックスですけど。おっと、カイドウが来るのはちょっときついね。うん、これはきついね。ワン、ツーからの合わせていくで、すぐ打つ。押し負けるな、これは。さあ、ちょっとまずいっすよ、これは。ちょっとまずいっすよ、これは。おっと、ちょっとまずいっすよ、これ。何回言うん。さあ、どこかに勝つはないでしょうが。はい、クソキングキックしていく。うん、ちょっと待って。これ、あいつのキングじゃなかったな。ボロ負けやな、これ。ドンマイ、負けるドンマイはクソ。はい、1番調子乗ってるね、クソロジャー。あらら、何がお疲れ様なの？おっと、4番もうるさいね。まあでも4番は1番に行ってんだろうな。1番がちょっと害虫っぽいんで。しばきに行きますか。ロジャーさん、いい剣持ってんだから勝とうね。こっち生身の足だよ。ちょっと固めの生身の足だから、まあ、言うて足は足だから。お前剣は剣だからな。武器持ってんだから有利だろ、お前な。来いよ、海賊王、海賊王、おい海賊王、海賊王。お前カムサリばっか狙ってたんで勝てねえぞここでな。キュンさんがいる限りそんな簡単に勝てねえぞ。お前ドンマイじゃねえんだよ、バーカ。やられてドンマイはクサ。はい、上からチュキチュキしていく。ありがとう、防御力アップですわ。そしてスキルにチャージ満タンになりつつありますね。あらら、キュンさんにやられる前に負けてんの、プププなんですけど。ってキュンさんもやられちゃったんだけどね。ちょっと1番徹底的に粘着したいと思いますね。ちょっと3時を使うという企画ですが、急遽カイドウでちょっと、おディスマッチしてんのか。お、いいね、粘着には持ってこいだね。クソロジャー、来いよ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 。おい、どうせお前初手かぶさりだろ、分かってんだよ。あー、ちょっとくっそ、よけれんかった。なんか分かってんだけどさ、どうしても避けられないってあるよね。そういう時あるよね。あらら、構えちゃってどうぞ死んでこいやろ。ははっ、ざっこ。おいおい、踏みつけられてんぞお前。おいおいおい、ブースト中早いからお疲れ様だってな。あ、ひしょいなお前、とことんな。おいおい、リス待ちしてっからお前、 PS もねえくせにリス待ちしてっからこんなことになってんじゃん。あらら、ドンマイだって、先輩がドンマイはクサ。あー、気持ち悪い。お前それでも味方のせいだと思ってんのかな。やばいよ君ね、基礎からやった方がいいよ。キュンさんがチュートリアル教えてやろうかお前にな。キュンさんがチュートリアル仕上げてもいいよ君に。キャップ言うて超スパルタでやってあげようかな。あ、バウンティートラウマで怖くなっちゃうかもしんないけどね、ボクちゃん。ボクちゃんにキュンさんちょっと早いかな。はい、どうせまたガムサリ来んでしょ。はい、ガムサリ来いよ、うぐい、うぐい。あ、来るね、これ来る来る。オッケー、ナイスジャスト。ははボコボコじゃねえかお前。じゃあおい、はい、来いよお前、来いよ、1キルでもしみろお前バーガー。ザコの極み熱い。本当に引くわ、これで味方のせいにしてるあたりが超キモいな。何がお疲れ様やお前な。お前がな、お前自分に言い聞かしてるんか、な、現実逃避したいんか。わかるわかる、そういう時あるよね、キュンさんに待った、そういう時ね、そういう時ある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 。あ、ちょっと、なんで避けれないだろう今日。今日は疲れとんのかな、目がね。あ、まあでも勝てっからいい、アイジャストっていく。ザッコなんじゃそれ。悔しいね、ブクちゃん、煽るのやめよっか。さあ、あとは勝負に勝っていくだけですね。はい、じゃあここでワープして、再度取り直し、うん、取り直したい、取り直したいけど感じろ、うぜえなお前。何がドンマイじゃアホ、ボケがなあ。負けてドンマイはクサ。ああ、かわいそう、お前とマッチしたやつがな。お前味方にスカコメとか置くんじゃねえぞ。ああ、身の程知れよ。まああんだけボコされたんじゃキュンさんにも送ってこれないか。キュンさんのカイドウ強くてごめんね。